さあ始まりました、おねだり上田の音響マン。わあ、わーって言ってます。わーはないです。とりあえずわーって。自己紹介しましょうか。はい、僕がホリコレコム所属のジョフィー上田です。そして、杉山建設株式会社おねだり豊です。なんかちょうだい。はい、ありがとうございます。この YouTube は今活動していらっしゃる表現者の方が普段どんな活動をしていらっしゃるのかとか、この先どういった展望があるのかとか、そういったことを伺うようなチャンネルになっております。はい、本日のゲストは横浜翠嵐高校軽音部インストラクター小西さんです。うわーい、すごい。一週続いて文化人っていいですね。確かに今までね、いやそんな、まあ、バンドマン文化人、そろそろ芸人来るんちゃいますか。芸人来る、いやそうですね、芸人来る、いや人によるよね。本当に楽しくできる人がいいなと思う。まあ、なんかせっかくなら終わった後にさ、なんかこうなんかだるそうにしてるような感じだったりさダメ出しっぽくさ、芸人あるあるですか。そう、あるあれもっとこうやったよなみたいな、そんなんやめようよみたいな、楽しかったねでいいじゃん、楽しかったねでいいじゃんみたいな。確かにって言いながらも、前回コーナー後に結構反省してました。もっとこうやったな、みたいな。で、なんかそういうとこはありますか。癖なんですよね。はい、まあ、早速ですけれども、前回の小原さんの回でもやらせてもらった5秒質問、5秒インタビュー。はい、そうですね、5秒質問チャレンジっていう。2人ともタイトル把握してない。これ考えてきたのに。なんかアイドルの子たちとかが、本当に10代のアイドルの子たちが、なんかこう5秒質問チャレンジしますって言って、YouTube でなんかこう、チーン5秒で質問されて答えるみたいなことを、今ちょっとやってたりする子が多くって、はい、それを、まあ、皆さんにもやってもらえたら、ちょっと面白いんじゃないかなと思って。そう、頑張って、はい、テンポに乗れるようにそうですね、音楽っぽいですね。ああ、確かに。あまりにテンポ悪かったら、どんどん突っ込んでもらって。まあ、でも意外といけるもんですよね、これやってみると。そうですね。まあまあ、そうか、まだ質問しちゃったらそれね、答えだから、めっちゃ今もう質問しそうになって、危ねえっていうか、なんか、聞きたいことがもうすでにあるっていう感じなんですけども。まあ、先にじゃあ行きますか。はい、何でも行きますか。質問は僕が読み上げるので、はい、僕がこのタイムキーパーでチーンってこれを鳴らします、はい、でこれごとに上田君が質問してもらって、5秒以内に答えてもらうっていうな、そう、まあその、5秒以内といえどもチーンが鳴ってから5秒なんで、質問してる時間も含まれるって思っておいてください。あ、そうなんですか。そうです、うん、だからすごい早く感じたりとか、あ、だらだら質問すんなって思ったんですか。あの、それもありますそうなんです。そういうことか。そうなるほど。そう、チーンで一緒に頑張りましょう。そうです、はい、だからもう本当にチームで頑張ってもらえたらと思います。では、行きます、はい、5秒質問チャレンジスタートです。普段どんな活動されてますか。部活動の適当な仕事です。仕事の生きがいは。ちょっと待って、一回リラックスしていきましょう。そうお互いにリラックスして。俺もガチガチですよ、はい、今。まあ、二人ともが今ガチガチが見えちゃって、ちょっと早めに止めようと言ってました。なるほど。OK。じゃあ、OK ですか、いきますよ。はい。さあ、大丈夫ですかすいません。二人とも大丈夫ですか、大丈夫ですよ。一回深呼吸しますか一回。こういうの久しぶりなんでね。色栄養水入ってます今。いや。全気合入れない。ちょっとね、いつもにない緊張を味わってますよ。大丈夫ですか。あんまりないですもんね。まあ、こういうのって。緊張感ない生活を送ってるんで、たまにはこういうの必要。頑張ります。それもあって4本目の収録の時はゲームっていうので、そう前回の大原さんとかもこう多分。動画でゲームをしてっていうのってなかなか多分皆さんないなと思って、そういうことをしてみたいなっていうところから4本目も考えてきたんで、そうと思います。はい、5秒間いけるかな。いけるかいきますか、はい、大丈夫ですか、いきますよ。じゃあ5秒質問チャレンジスタートです。どんな活動されてますか。学校の部活動の音楽バンドの活動の指導です。仕事の生きがいは。生きがいは特にないです。最近嬉しかったことは。おととい誕生日でした。お、ニックネームは。小西さん、趣味は。趣味は散歩。あ、いいですね、うん、分かった。チャームポイント教えてください。
チャームポイントはもうないですね。見た目ぐらいかな。好きな食べ物と嫌いな食べ物は？好きなのはバニラアイス。尊敬している人は？何か秘密を教えてください。昔ちょっとテレビで出ました。今後の目標は？長生きはできないけど頑張る。マイナスだな。最後長生きしようと思うって言おうと思ったんですけど、ちょっと言い過ぎかなって。いや、そんなことないです。いや長生きしましょうよ。そうっすよ、そうっすよ。ありがとうございます。お肉とか食べます？全く食べないですよ。あ、そうなんですか。全くですか？全くです。あ、そうなんですか。イスラム教徒とかじゃないですけど、お肉は全然食べないですね。それはもうなんかあんまり好きじゃないとかっていう感じ。いや、食べたいっすよ。あ、え、はい、鶏からとかもうほんと死ぬほど食いたいっすよ。鶏からがめちゃめちゃうまいっすよ。もう鶏からにマヨネーズも塗りちゃって食べたいっすよ。それはなんでこう、ま、なかなかこう重たくなったりとかしちゃうっていう感じですか？もう体が受け付けなくて、あ、気持ち悪くなったりお腹下したりとかで、なるほど、食べれるものがものすごい限られてるんで。ゆたかさんもおっしゃってましたよね、はい、それ僕もありました。去年か今年ぐらいに、なんかこうお正月ぐらいにやっぱテンション上がって、はい、あのまあ、トロ買おうよみたいな感じで、結構あの神奈川の湘南の方なんで、はいはいはい、市場とかあって、はい、なんか安く手に入るんですよ、そういうのが、はい、でそれで大量に買って正月も食いまくってたんですよ。切ってもうガブガブガブ食いまくってたんですよ。のジェスチャー切ってましたから。あんなんですよ。切ってこうガーってやってまったら、もう夜中になんかこう腹下して、でも上も下も、汚い話ですけど、もう本当なって、初めての経験で、あれこんなことなんだみたいな。食いすぎよりは中毒かもしれないですね。ああ、怖っ。なんか食中毒的なね。ああ、確かに。いやけど結構、なんかかかっちゃってみたいな、体も拒否反応みたいな、なんか菌が入ったかもしれない。あ、え、それなんか近い感じですか？いや、僕はもうなんか、なんすかね、なんで食べれなくなってったかよくわかんないですけど、もう犬以下ですよ、今多分。本当に小原さんになんかちょっと多分ね、なんか雪降ってもらうよ。犬の方が絶対僕よりいいもん食ってると思いますよ。そうです。いや、本当にそうです。犬の方が絶対美味しいもん毎日食べてると思います。もうあの今までの一問一答あんまり関係ないと思う。いや、まあまあ、まあいいんじゃないですか。全然、まあ、もう気になる。その聞いてもらってるんですよ。よく何食べてんのってよく聞かれるのは聞かれるんですけど、まあ、気になります。やっぱ今の話伺うと、食生活というか、こう一日大体どういうものを、ね、まあ、なんか普通はなんか朝昼晩でみんなご飯食べるじゃないですか、はい、僕 はお腹空いたら、まあ、バニラアイス好きなものでした。すぐ出てきたんですね。好きっていうよりはもうそれしか今主食はもうバニラアイス。すごいですね。だからもう、そうなんですか、家の冷凍庫を開けたらバニラアイスが大概6個はいつも常備で、はい、なのに近所のね、そのコンビニとか、はい、あのとかはもう僕が来たら、あ、来たバニラアイスだ、バニラアイスだ。もう毎回ものすごい数買ってくんで。もうあれですか、その冷凍庫に入ってるバニラアイスはもう全部決まってるんですか？決まってます。あ、バラバラではなく一つ。そうですね。でももう、そうです、もう毎日同じドッグフードみたいな感じの。犬に寄せなくても犬に寄せる必要ない。毎日同じ、あの、もう、はい、子供とかだったらもうなんかこう風邪ひいた時とか、もうバニラアイスだったら、まあ、そう糖分とかそう、うん、あの甘いの取れるから、まあ、バニラアイスぐらい食べなさいみたいな感じの、そうか、好きなもの食べなさいみたいなのありますけど、はい、もうバニラアイスしか食べれないってことです。ただね、やっぱ汗かいた日とか夏とかになってくると塩気が欲しくなるんで、はいはいはい、もう最悪塩舐める場合もありますし、あの食べれる時はあのクラッカー食べてますね。固形物としたらこう、はい、クラッカーのみみたいな。バニラアイスと合いそうですね。バニラアイスとクラッカーを大概、まあ、交互にこう、はい、今もそうですけど、昨日も一昨日も、まあ、誕生日とか関係なしに。あ、そう、はい、そう、誕生日だ、そうそうそう、もう全然なんかそういう食生活ですね。それはあれなんですか、もともとバニラアイスが好きだった、結果的に今バニラアイスしか食べれませんっていうお話なのか。逆ですね。あ、もう別に好き、もうなんか食べれるものがどんどん、あの何を食べてもお腹壊すようになってって、最終的にたどり着いたのがバニラアイス。じゃあ昨日もあのバニラアイスにろうそくの食べてもらってバニラアイス食うみたいな、僕もそんな感じです。溶けるでしょ。だからもう、なんかね、食事とかこう、ね、調子こいてどっかいいところで予約して行ったっていう、僕コーヒーだけとか、あ、まあ、実際去年もあったんですけど、そうですね。
打ち合わせとか行ってもなんか食べてくださいとかなってもあります、ね、もう怒られますよ、ね、あのビュッフェとかだったりすると何も食わないんで、ああの何千円で食べてくださいありますもんね、コーヒー飲んで終了みたいな高いコーヒーだもったいないって言ってもらえないんですけどそうですね、あのそうですね、高輪とかだったらもうあんなホテルの中でビュッフェでいっぱいいいのとかもありますもんね、コーヒーだけえちなみにコーヒーはどうあの結構 こだわるというか好きな銘柄とかもあったりするんですか。そうですね、コーヒーはなんか美味しいやつが飲みたいなって自分が美味しいと思うものそうです、ね、飲むんで、ね、家でちゃんとあの入れてもらって、はいはい、そうですね、僕ももうあの豆引くやつ買いました好きやね、はい、もうずっとね、もうそれ家のテーブルの上にはずっとコーヒーがある状態いつでも飲める状態もね。だから食べれるものとかね少ないんでこう納得いく一口じゃないと本当に腹立つんですよ。なるほどなるほど。ちょっとしか食べれないのに確かまずかったりすると本当に腹立つんで。軽音の話していいですか。ちょっとそろそろ話したい。面白いですね。面白いけど軽音聞きたいな。そうですね。はい、ちょっと自分にあの聞いていきましょうか。はい、普段の活動ということで、はい、部活動でこう、はい、音楽を教えられているっていう。うん、そうですね、一応音楽と言っていいのか、まあそうですね、その全く未経験の子に教えるっていう、はい、ほとんどの子が、まあ、僕のねこう行ってる子なんですか、水蘭高校ってとこにの、その部活動に入ってくる子はもう半分以上というか3分の2以上は未経験、はい、で高校入ってから、はい、あのギターやってみたいとかベースをやってみようとかドラムを叩いてみたいとか、はい、あのボーカルをやってみたいとか、うん、もうみんなピアノは習ってたっていう子が多いんですけど、はい、それ以外の楽器はもうみんなほとんど 未経験で書いて、はい、未経験から始めれるっていいっすよね、そのなんかこ う入りやすいというか、もしね、まあね、大会系の部活動だったりすると、もうそのなかなか試合に出るとかレギュラーになるとかまで大変じゃないですか。そうですね、でもバンドって結構まあどうにか1曲できるように、ね、2曲ぐらいできるようになったら、まあ、もう本番に出れる、ライブに出れるんで、掛け持ちはありなんですか。ありです、ありです。ほとんどの方が、あの他の部活動と掛け持ちしてますね。へえ、はい、いいなぁ、そんなあったらよかったなぁ、うちの学校も。これあの事前にあのこういったこと聞かれたらこういったこと答えますっていう風な資料をあの準備していただいてるんですけど、はいはい、あのそこに横浜水蘭高校ポピュラーソング部インストラクターっていう風に書いてあるんです。あ、正式名称はそうですね。僕のイメージだとそう音楽をする部活っていったら軽音部っていうイメージなんですけど、ここの違いっていうのは何かあるんですか。ないです。あ、ないんです。あ、ない。あの平たく言ったら軽音部です。あ、なるほど。それをポピュラーソング部っていう風に、はい、あの僕がいた時代からもう40年前ですけど、はい、ポピュラーソング同好会当時は、うん、あのそういう名前で、はい、いつの間にか部に昇格してましたけど。ああ、なるほど、はい、まあ、さっき聞いたらこの、まあ、僕はあんまり土地勘がないのでわからないんですけど、そのすごくあの学力も高い。水蘭は高いよ高いよすいません、あのそのイメージで僕を見るとすごくどういうことだったいやいやいや、そういや、なんだったらそう見えてます、はい、ちょっとあの賢そうなタイプではないんでバニラアイスしか食べない神秘的な人だなんか効力あるのかな、このバニラアイスみたいなみんなバニラアイス食べるかもしれない。僕らその終えて、はい、最後引退してからみんな最後に僕に言うことなんかあるってこう聞くと、はい、まあ、人は見かけによらないですねっていうところあ、言ってくれる。どう見えてんだよっていう。どういうニュアンスなんですかね。ね、まあ見た目通りの印象を初め与えてしまうんで、こう喋らないでいたらもう大概怖いとか。ああ、はい、なるほど。あとはもう春先はもういつもあの学校に不審者が出たって。何年いると思ってんだこっちはみたいな。新しい先生とかがこう、はい、ね、県立高校なんで赴任されるじゃないですか。はい、で僕のこと知らないですから。はい、あの去年からいる先生たちはもう見慣れてるから大丈夫なんですけど、初めて見る人は不審者だと。なるほど。で、大体5月ゴールデンウィーク前ぐらいに、不審者が、ね、出るから気をつけろって町内会に回るってことですか。毎年そうですよ。えっ、ね、あ、そっか。だからその学校で、教えてる教員ではないってことですか、ね、教員ではないです、はい、そのインストラクターとして。大概僕は夕方の4時ぐらいから学校にお邪魔して、はい、でずかずかとこう視聴覚室へ向かっていくんですけど、その道中をたまたま見た新人の先生とかは何じゃあいつはってそっか、新人だったらってことですね。あら、なんだって、まあ、見た目がちょっと邪魔してしまいましたよ、ね、不審感を招きやすい。けど
不敬の可能性もあるのにっていうところもありますよね。なんかもう失礼なみたいな。こんな不敬ね、なかなか出てこないし。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなうちのお母さんが高校の時めっちゃ汚かったんですよ。なんかめっちゃ汚いですよ。大丈夫だ、なんかお母さんそんな。歯4本なんですよ。この間3月に帰ったらお母さんの下の歯4つなかったんですよ。でもこれ、あの4つなくなったっていうよりかは、もともと2本ぐらいなかったんですよ。あ、さらにってこと、はい、増えてもっとスカスカになったってだけなんで、なんで、もうどんどんなくなっていってるやん。そうです、そのうちな全部なくなっていくってこと。そのうちなくなるんやと思うんですけど高校の時とかそのハンバーグとか食べに行ったら喋りながらこの口閉じてんのに下っ腹からポロポロにそのそぼろがこぼれるんで、あ、開いてるからが隙間がそんなやつの方がどう考えても欲しいじゃんいや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 、多分そんな笑えないかもしれないそんな変わんない。いや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 、たまにの出会い頭の生徒とか本当にびっくりして、あの尻もちつく勢いでびっくりすることがいるんですよ。みんなの初めて見たみたいな、こんなにギャーみたいな。そうそうです、本当に声も出ないでもう後ずさりしていくことがいますから、ね、そう、なんかどっかの台にカットしたら七不思議の一つやった可能性あるんですよ。そうだよね、だから上がるやろうね七不思議、水蘭高校七不思議そうですねレベル的には本当にだってさ、あの関西、僕ら関西大阪やんか、はい、北野高校とかのレベルです。そうですよね、本当にその70。でもさっき僕あのこの5秒質問をしている中で思ったんですけど、はい、もしかして関西の出身。僕は広島に生まれ育って、はい、で神戸にも住んでたことあるんで。ですよね、はい、お、一瞬関西弁っぽいイントネーションが出たんで、神戸にいた時もね快適だったんで、神戸というかまあもうちょっと田舎の方ですけど、ああいいですね、そんなあの辺も厳しいですか、口が。ああまあね、はい、なんかもうその頃からやっぱもうバニラばっか食べてたんですか。何でその聞き方悪い豆ばっか食ってました。豆ばっか食ってた。豆からバニラになってた。みんなに歯とかって言われてましたそれはどんどん煎じて飲んでコーヒー飲んでバッと食ってましたね。つながってはいる。だから趣味はだからお散歩っていうことで、ここはなんか僕ちょっとイメージ通りやなっていうのがあるんですよ、ね、その普段ちょっと落ち着いた生活されてそうだなっていう。なるほどね、趣味散歩ですね。これどれぐらい歩くんですか、その1回。もう 2,3 時間は全然普通に歩けられるのと、 あとまあ電車で1駅2駅の距離だったら歩っちゃうっていう感じは全然苦にしないんで。そうですね、あ、それはじゃあお散歩コースの決まったルートがあるっていうよりかは、まあ、このぐらいの距離だったら歩くかっていう。そうですね、はい。あ、元気ですね。いや、そうでもないですけど。え？え？髪の毛だな。あの辛くなったらね電車乗っちゃうんですけど、うん、ちょっと頑張ろうかなっていう時は。なるほど、まあ、運動の一環としてみたいな感じ。そうです、もうジジイなんで。え、そのおいくつなんですか、その。聞いていいのか。はい、僕かったらよく普通に、まあ、生徒にもねたまに聞かれるんですけど、はい、年言うじゃないですか、はい。みんな絶対忘れるんですよ。忘れないでくださいよ。いや、僕言いますから。僕すぐ忘れる。僕はお、おととい、先おとといかな、誕生日で53になりました。はい、そうなんですね、はい、おめでとうございます。そうだそうだ、さっきおっしゃってましたもんね。53です今、はい。若いな。若くないですよ、だからもう僕も正直どう見ていいか分かんないです。若いって見ていいのかみたいな、若いで見ていいか分かりにくいとか、はい、僕はちょっとあります今。でもまあなんか幅広くその、まあ、もう少し上でも見られることもあるし、うん、なんか逆にもっと若く見られることもあるような感じの、うん、ね、雰囲気はありますよね。まあ確かに世の53歳の人が音楽ドワーってやるかって言ったら、多分なんか本当にすごい元気がないとだいぶそういう、うんうん、最近そのブワーもあんまできてないんで、ブワーぐらいになってきてる。あ、そうだね。もちろん、なんか好きな音楽とかこうあったりするんですか、ね、うん、聞くのが好きなんとやるのとではえらい違いだなって、最近そのギャップの、はい、に自分が耐えられなくなって。これは大丈夫ですか、なんか体聞くだけにしとこうと。あ、一個一個聞く分にはもう昔からなんかもう割とハードロックとかヘビーメタルも好きで、あの言うたら、まあ、いわゆるジャパメタって言われてた日本の、はいはいはい、それこそ大阪のバンドとかが、ね、からいっぱい出てきてたバンドとか好きで、はい、あ、日本なんですか。そうです、ラウドネスとかもそうですけど、大体関西のバンドが多かったじゃないですか、はい、あの辺はすごい好きで。僕あんまりそっち系だったらどこなのかな、あんまセックスマシンガーズ
マシンガンズとかはね、もうだからあのジェネレーションギャップ的なもので、そうですね、あ、そっか、もしかしたら、そっか、もうちょい前、高校卒業した時に昭和が多分、昭和、あ、昭和か、ぐらいかな、あ、僕、平成2年生まれです。僕、昭和45年ぐらいに生まれてますからね。高校卒業した時には僕まだですよ、親父の金玉の中です。母親にも言ってず、言ってなく。ああ、そっか、バービーボーイズは、ああ、よく知ってますね。あ、あれ結構詳しいですもんね。あ、けど全然全然もう好きなだけ。自分が高校の時に同じくやっぱまあその今の部活動のところで視聴覚して練習したんですけど、はい、周りの子たちとかこう女子ボーカルだったらレベッカとか、レベッカか、渡辺美里とか、めっちゃ流行って、なんか次今の、はい、男子はやっぱボーイとか、ボーイですね。そこがやっぱみんなこうやりたい一番のバンドって感じでしたね、はいはい、なるほど。はじめちゃんとすごいもしかしたら合うかもしれないですよ。あ、まあその、3週前のゲストさんですかね、はい、4週間ね、そうっすよね、はじめちゃんともろ多分話超盛り上がるだろうなみたいな。そう、合いそうな感じ。もしかしたらタイプもちょっと同じかもみたいな。ちょっと似てるかもみたいな。始まるのはじめさんの、はじめさんもすごい、あ、面識はまだないです。あ、まだお会いしたことはない、止まんないかもしれないです。もしかしたらなんかリズム合いそうですよね。なんでコーヒー飲んでバニラ食べながらずっと喋って、ゆたかさん そのバニラアイスのピックアップ仕方ちょっとバカにしちゃった。そんなことないよ、そんなことないよ。もうなんかちょっとね派手に見られがちですけど、生活は極めて地味に。怒ることとかあるんですか。あ、気になる。怒ることはあるはあるんですけど、やっぱり人に向かってしまうといけないんで、こう電柱とか。やばくじゃないですか。ちょっと言わないよ、悪かった。なんだけ、はい、いや、そこ見られたら、さあ、不審者いますって。なんか電柱に切れてる人いるんですけど。いや、でもね、もう最近はもう、さすがに我慢してますけど、一回ね、朝から3回ぐらい、もう立て続けにもう、ぶち切れようかっていうことが、あって、で、もう10分にその3つぐらいが、立て続けに来たんですよ。で、3つ目の時にもう我慢ならなくて、まあ、電車降りて外へ、改札が外へ出て、駅から、駅構内から外へ出たぐらいのところで3つ目が起こって、もう無理だと思って、ちょっと道に出たとこだったんですけど、もう無理だと思って、重くそちょっと近くにあるのを蹴ったんですよ。ああ。だから、これが車止めってやつですよね。ああ、はい、はい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 。でも、重くそ蹴ったら、まあ、簡単に足の骨折れました。いやいや、負けたんすか。負けるでしょ、車止めるんで、僕なんか余裕で止められるんで、勝ち目ないですもんね。まあまあまあ、まあ。痛っと思って、もう脳天突き抜けるぐらい痛くて、でもとりあえずその時はまだ仕事行って、すごいな。靴脱げないぐらい足腫れてきて、ね、うわー、ほんで帰ってみたら、もうこれダメだ。うわー、確かにちょっと細めですもんね、僕とかと比べたら、もうだって足とかは多分全然。貧弱な感じで。僕こんなんなんで足も。そう、見えるし、もう、でかいですもん。ゆたかさんは車止め勝ちそうです。車止めと勝負してる。頑張って、けど俺はせへん。いや、俺も折れるけど、絶対そのこと。その時はなんかバンドのメンバーにめちゃめちゃ怒られて、ライブの1週間前にやっちゃった。うわ、大変だ。で、まあ、僕こう、ドラムが一応本職なんで、こう、まあ、そうだそうだ。で、お医者の方にも相談をしたんですけど、はい、もうとりあえず痛み止めだけで頑張って、つって。でも、ギブスもなしでテーピングしただけで、ほんでもう、重くそうキック止めじゃないですか。はい、右足の中指の付け根が折れてたんで、激痛ですよ。けど、痛みは強そうですよね、けどね。最悪。そこの。話ちょっとずれますけども、病院とか大嫌いで、あ、もう痛いのとか、もう全部もう注射とか、もうめちゃめちゃ怖いんですよ。いや、けど今、もしあれだったら、生徒の子たちとかも見てくれたりとか、そうですね。そう、そうじゃないですか。そうですね。そうなったら、結構すっかり忘れてました、ね。いや、でもこう、意外な一面みたいなことがあるかもしれない。病院からは何回か逃げたことありますもん。こう服着てこうやってカラ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 って、その人が天敵なこれ持ってその人が逃げたから健康診断みたいなやつ、はい、一通りなんかあるじゃないですか、まあ、採血とかね、はい、でも採血ももうとりあえず並んでる時に僕もうどこにもおかしかったらしくって、
自分の順番が来た時にやるもんならやってねえやって思ってたら、たかが中3だけなんですけど、ものすごい気合入ってるんですよ。だからなんかあ、言いはせずに、ロッカーの、じゃあ、あちらのお部屋行きましょうかとか言って連れてかれて、あるんですね、で、あの、どうしても注射嫌いなのとか言って、そんなもんバレバレなんですよね。なんか怒るのは今聞いたんですけど、逆に普段うわーみたいな裏声がすぐらいテンション上がることあるんですか？それね、もう久しくない、まあ、ないですよね、まあ、実は僕も1回もないんですけど、だから本当はなんかそういうのが必要だなと思ってて、どういう時にそれができるかなっていうのをちょっと実は本当に昨日おとつい考えてたんですよ、はい、ほんなら多分ね、本当に大好きなアーティストのライブだったり、そういうまあカテゴリーでセッションやってるお店とかあるんで、そういうところ行ってハードロックとか一緒になってバカ騒ぎする時ぐらいしか多分僕テンションマックスまでいかないですよ。あでもやっぱ音楽なんですね。音楽ですね。音楽か。バカですもん。鳥から食ったら超えるかもしれないじゃん。久しぶりに鳥から食ったら、うわーってなって。バニラアイスがない。チキン南蛮丼とか食べたら、しばらく燃えると思う。それ面白い。それ面白いね。もしかしたら差し入れとか男性から来るかもしれない。ああ、本当だ。嫌がらせになるかもしれない。本当にね、もう最後の晩餐になるからね。下駄箱にね、唐揚げばっか詰められてる。それは嫌です。そんなことするやついないでしょ。ちょっとラストの質問、はい、僕はでもちょっと気になったのは、秘密はっていうところで、はい、テレビに出たことがあるっていう、はい、それはね、音楽とは実は関係のない。あ、違うんですね。そうなんですよ。もう学生の頃に、20代の前半ぐらいの頃に、たまたまなんか、まあ言っちゃってもいいのかな、もうね、大昔の話なんで、はい、たけしさんがやってた元気が出るテレビって、うんうん、はい、あれになんかひょんな間違いでなんかこう友達が推薦して、でしたら連絡が来て、オーディションがあって、はい、したらなんかしないけど撮影に行くことになって、気がついたら出てたみたいな。その芸人のルートじゃないですか。1、2年そんなんが続いて、なんかそんなことずっと続いてた。まあ、大学一応通ってたんで、はい、行きながら収録に呼ばれたら行くぐらいの感じで。なんかそういうのを経て、その、まあ、なんて言うんだろう、そのタレントさんだったりとか、はい、そっちの方面に目指さなかったんですか？一応話はあったんですけど、はい、まあ、いろいろ怒られることもいろいろ、いろんな方面からありまして、はい、で、まあ、タイミングもあって、お断りさせていただいて。うん、いや、思うとること言うと、もうビビったんですよ。うん、これはもう言っちゃ、うん、あれだったら後でね、言ってしてもらって、はい、吉本興業さんの方から、はい、当時、まあ、僕、もう横浜に住んでたんですけど、はいはい、制作会社の方が、なんやかんやつってこう来て、はい、で、事務所に、ね、入ってないから、そしたら、その吉本の方の誰々さんっていうのが、これから東京出てくるから、うん、で一緒にこの番組のあれをやってほしいんだけどみたいな、なんか具体的な話があって、自動的に事務所がそこになるじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。押したら当時のやっぱもうすごい人たちが上にいたんで、まあ、確かにもう怖すぎて、あーってなっちゃった。あー、そうですね、はい、若いとさらにですよね。さんまさん、しんすけさんとかもまだいた時期なんで、そう、怖っ。まあ、さんまさんはまだいらっしゃいますけど。怖くてもう逃げ、ほとんど、うん、あ、まあ、でもそこがもしかしたらターニングポイントだったかもしれないですね。そうですね、うん、何かこう全く違う小西さんだった可能性もある。ありえますね。うわーって言ってるかもしれない。うわーってなんか言ってる方だったかもしれない。うわーバニラアイス、うわーって。チキン生まチキン生まどっちがいいって話じゃないですけどね。うん、まあまあそうか。いやでも面白いな。いろいろあります、人生。そうですね、はい、いろんななんか面白い話いっぱい、うん、そうだね。めっちゃ聞いちゃった。あんま軽音聞けなかったけどね。そう、プライベートのところ、はい、けどなんかこう見てくれてる学生の子たちとかがこう、はい、なんか、はい、あ、こんな感じの先生だったんだみたいな。そうです、先生とは誰も呼ばないんで。なんて、みんな小西さんで。小西さん。あ、なるほど。そうです。たまに顧問の先生が間違えて僕のことを先生って言ってるしすることがあるんですけど、先生じゃないですよって、はい、いや先生でいいですよ。先生ですよ。その何かを教えてもらう先頭に立ってる人はみんな先生ですから、ね、
僕も言われますもん、先生とか。なんで？いやいや、一緒やって、それやっぱりある意味そうです、ね、僕も言われますよ、ね、そうですね。実際指導もそんなこう何か自分もこう独学で全部音楽やって、まあ、ドラムをずっとやってながら、うん、まあ、ギターだったり歌だったりもあのやるようになってって、うん、こう僕の気づきでとかやった経験値の中で、こうやるよりはこうやった方がいいよとか、あの、まあ、その子の今つまずいてるところとかがなんとなく分かるんで、それをちょこっときっかけを与えてぐらいで、こうそんななんかね、バンドのこうインストラクターなんか軽音楽部の指導者っていないんですよ。まあ確かに。それなんで僕もこういろいろこう試行錯誤しながら、あのなんやかんややってるうちになんか10年ちょっとぐらいも経っちゃったんですけどね。いや、まあ、これからもいろんな生徒さんを教えつつ、もしかしたらその中からすごく有名な方が出てくる可能性があるしっていうことですね。そうですね。ちょっと何年前、5年、4、5年前にあのはい、デビューというか、一応中張メッセの年末のイベントのヘッドライナーとかをやらせてもらうような、まあ、関東の大会全部勝って優勝した子がいて、はい、一応なんかインディーズなのかな、でデビューした子がいますけどね。あ、でも嬉しいですね。そうですね。そうですね、きっかけになれたかもしれないっていうのは確かに。あ、そうですね。じゃあなんかこう最後にもしその、はい、今見てるこう生徒さんだったりとか、はい、これから音楽を始めようとしてる方だったりとかに伝えたいことだったり、はい、それか、まあ、あの何か告知事なんかがあれば最後にちょっと伺いたいんですけど。そうですね、今もずっとこう横浜新蘭高校で、はい、あの指導というほどのものじゃないですけど、あの関わりを持たせていただいているんですけれども、はい、やっぱりあの他の学校さんの話とかもね、最近いろいろ聞くことがあったり、はい、あのやっぱどこもこう指導者がいないということで、あのみんなこう限られた時間にね、いろいろこうやろうとして、こう短い青春、ね、時代を謳歌しようと思ってる中で、やっぱ適切な指導が あった方がはかどるじゃないですか。でそういう意味ではもっと僕はこう行動範囲を広げて、少しずつあの何かしらのこう、ね、サポートができたらなっていう思いはあるんで、まあ、他の高校の子とかもあの声をかけていただければ、あの行ける時にはね行って、なんかこちらもねいろいろ刺激になるんで、あの呼んでほしいなと思ってます。なるほど。見た目で人を判断してそこが一番伝えたかったですね。見た目で人判断すんなよ電信柱に切れてもそれは本社だからな不審者じゃないんだぞ注意すんなよわかりました。でも貴重なお話たくさん伺いましたね。はい、はい、ということで、まあ、今回のゲストは横浜翠嵐高校軽音部インストラクター小西さんでした。ありがとうございました。